にちは。豊島キッズの時間です。今日はライスペーパーを使ってクレープを作ってみます。じゃあ作ってみてください。はい、いただきます。配るよ。次はライスペーパーを水につけるよ。しっかり水に浸してね。できたら盛り付けをしていくよ。こんな感じで完成。もちもちで包みやすいよ。クレープ生地よりももちもちで美味しい。次はアイス入りのクレープを作るよ。